はじめまして、坂本と申します。ですね、今日ちょっと、こちらの方としても、新しい試みということで、参加者が、横にいながらの報告になります。オンラインで聞いている方は、そのまま、オンラインで聞いていただいてと思いますが、何分ちょっと機械の設備が今回初めてというわけなので、私が実験台になってみたいなので、何か不具合がありましたら、またいろいろと、途中前からお伝えしていただければと思います。では、始めたいと思います。今日ですね、ご報告いたしますのは、付加価値構造から見た日本の都道府県格差ということでして、話は非常に単純なんですが、ただ今回は、今日はですね、おそらく時間の配分も考えて、2種類の研究を報告したいと思います。まず内容ですが、まず日本の都道府県格差を、付加価値構造から分解し、その傾向を分析するという、地域間格差というのは、このベーシックな研究なんでございますが、これをですね、いろいろ格差の分解っていうのが一つテーマにありまして、いろんな分解方法はあるんですが、本研究では付加価値構造から分解していきたいと思います。で、これをやって、簡単な結果としては、要素所得格差の占める割合が高いというのが、一つ分かったということです。で、もう一つはですね、同じく付加価値構造なんですが、九州の、県別、産業別で、構造変化の傾向を分析しました。これを、話の後半に持っていきたいと思います。その格差の研究なんですけども、私の経歴から言いますと、研究関係の仕事を始めるのは、中国留学してからなんですけども、予算とかの関係で、上海とか、北京とか、その大都市に行くことなく、そう、内陸部の、いわゆる地方都市ですね。そっちの方に、4年ぐらい滞在してまして。で、そちらにいますと、どうしても、やっぱり格差っていう問題が相当、なんていうんですか、問題になってまして。で、それをきっかけとして、中国、格差の研究をやろうとしたというのが、動機です。で、地域間で研究なんですが、格差といっても、その所得で資産格差みたいな個人の格差もありましたら、地域の格差がありまして、大体主に研究しているのは、地域、国間格差が主になっています。そしてですね、で、中国から帰って、日本の方に戻って大学に行くんですが、そこで、学ぶというのは、初めて知った理論というのは、経済理論としての収束性仮説といって、コンバージェンスっていうんですけども、そういった、ちょうど内政成長、経済発展成長理論が、盛んというか、ピークが終わらないかぐらいの頃に、大学に来ましたんで、そういった話が出て、そういった収束性仮説をもとに検討したということです。で、そこなんですが、ただ、収束性の話を、そのバローマナー・サライマーティなんかの本なんかで行くと、ベータだとかシグマとかっていうふうな言い方してるんですが、私はちょっとひねくれてますんで、そういう研究もいいんですが、もっと別の違う方法ということで、順番違いますが、その収束性仮説を、そのベータとかシグマとかの、この否定する意味で、そのダニー・コーっていう学者が、マルコ・フレンサで収束仮説を、要するに、ツインピークとかって言って、要するに、二極化ですね。要するに、貧しい地域と豊かな地域に分裂するみたいな、そういった研究成果を出せて、それに、とらわれて、これを中国のデータでやってみようとかっていうのはやって、どっかのジャーナルにしたことはありますが。で、そのプロセスですね、所得分配構造を、要するにカーネル法で分配使って把握するという、そういう一つのテクニックも思いまして、そういった部分、ここら辺の話を、いろいろと、
まあ、いろんなデータ使って、ごちゃごちゃしながら、まあ、論文を書いてきたと。まあ、そんな感じです。で、まあ、結局のところ、そうは言っても何、その、格差は拡大した方がいいのか、縮小した方がいいのかっていうことに関しましては、まあ、結局、どちらがいいってこともないという意味では、なんか、こう、何やってんだろうみたいな感じの部分もあるんですが、こんな感じで、研究してきたということです。で、まあ、それを踏まえた上での、まあ、今回なんですが、その前にもう一つちょっと、また余談ですけども、まあ、指標ですね。この、特に、まあ、いろんな指標はあると思うんですが、今回、その、格差の分解っていうのが一つの、テーマになってますんで、まあ、それを分解するためのいくつかの指標を取り上げてみまして、これはですね、以前、東アジアの視点に、その、まあ、イクジャーで AGI が30周年記念だったんで、まあ、その30年間の、その、アジア経済の成長、どうこう、その格差どうこうどうなのかというところに、を研究したのを載しまして、3年ぐらい前に載した東アジアの研究、視点に掲載したものですが、まあ、その時に使った格差の指標をそのまま当てはめておりまして、まあ、これを一つ一つ説明してもいいんですが、本当は数式で書いた方が分かりやすいのかもしれませんが、まあ、文字にするとこういう感じで読みづらい文字になっていますが、いずれにせよ、これは、こちらは地域格差をやる場合はですね、やはり人口過剰、要するにどの地域も同じ人口じゃないということにちょっと注意しなきゃいけないと。もちろん注意しせずに、その一地域を一つとして考えて、指標を書いて研究してもいいんですが、まあ、過剰、人口過剰を入れるとこんな指標になるということで、これはまあ、ここは、これを説明すると時間かかりそうなので、一旦これは取りまして、で、まあ、それを踏まえた上で、まあ、格差の分解法があるということですが、まず一つ、変動係数だとか対数標準偏差みたいな、要するに標準偏差でその格差を測る方法というのは、例えば A は B プラス C として分解という言い方しますが、例えばですね、その GDP が第一産業、第二産業、第三次産業で構成されているというふうな形のデータであれば、まあ、こういうふうな A プラス B、A イコール B たす C、まあ、第三次産業だったら D ですけども、まあ、そういったので、A の格差は B の格差と C の格差と D の格差と、まあ、その中間的な要素で分解されると。そういうことになります。一方ですね、まあ、タイル指数とその逆のその平均対数偏差っていうのは、こういった形で分解できる。つまり、データが20個、まあ、10個サンプルがあって、そのうちの1から10までのサンプルと、11から10 20までのサンプルというふうな、そういうふうな分解が可能です。というので、例えば、その、地域で言えば、その、日本の地域の格差を関東地域とか、関西以下っていう分け方ができると。まあ、そういうふうな 分解の仕方ができるということで、まあ、こういうふうに2種類の分解が可能だということで、まあ、あと、そのカーネル法に言わせれば、まあ、分解されたサンプルに使えるということで、こういった分解の可能性があるということです。で、今回はですね、ここでこれで本題入りますが、まあ、日本の経済の、その都府県経済なんですが、県民経済計算というのは、まあ、よく使われていると思いますが、その中で、経済活動別経済、県内総生産及び要所所得ということでした。いうコーラ、まあ、付属みたいなところがありまして、で、そこでですね、もちろん、その経済活動別ですから、産業別です、でして、まあ、その第一産業、第二産業とか、まあ、産業が細かく、分かれて、まあ、県内総生産があるんですが、そこに、それに対して、その各、産業別、まあ、都道府県別、産業別に、要所所得の分配構造が書かれている、そういう表がありまして、それを、まあ、90年から2018年まで、まあ、30年近くですが、集めて、今回は分析します。で、データはですね、その、要所所得なんですが、まず最初に、算出額、要するに、その、中間財務入れた、全体の算出額が、表示されている。それがですね、まあ、中間投入。と、県内総生産。まあ、県内総生産っていうのは、いわゆる GRDP、GDP ですね。に相当する額。で、まあ、通常はその GRDP、
GDP からその、まあ、要素所得を分解するっていうのが通常なんですが、通常でして、まあ、その要素所得の総生産がどう変わるかというのは、一つは、まあ、通常はまあ4つなんですが、ワン段階、クッションを入れてまして、一つは、固定資産の減毛。で、まあ、それを引いた純生産っていうデータがあるんですが、これは、後で言いますが、使えません。で、まあ、固定資本の減毛。で、まあ、税、マイナス補助金ということで、税部分と、で、ここに、まあ、それとそれ以外の要素所得っていうのがあるんですが、本来なら、まあ、要素所得も最初から分解して、その、県内雇用者報酬と営業余剰ということで、まあ、本来4つとして考える場合は、1つは固定資産減毛。で、まあ、税と補助金で、労働者の報酬で、営業、まあ、通常4つなんですが、ちょっと複雑な形になって、データがありますんで、それをちょっとうまく使っていこうということで、やってました。で、それで、まあ、その格差の分解というのが、まあ、導かれるということです。では、早速その分解の方法ですけども、まず最初にもうさ中間投入が入ってますんで、中間投入入った算出額が出てますんで、算出額格差というのがありまして、これを、まあ、中間投入と、県内総生産と、まあ、その中あの共分散に分解する。これは一つの格差の分解。で、次はですね、県内総生産格差、その GDP の格差ですね、固定資本減毛、税及び、県内要所得とそれらの共分散に分解すると。これは二つ目の段階です。で、三つ目ですね、その県内要素所得がですね、雇用者報酬と、まあ、営業余剰と、共分散に分解される。まあ、要するに、まあ、その分解方法を、多重構造にしているというのが、まあ、今回の研究の、まあ、特にインターナショナルで言うんであれば、コントリビューションかなと勝手に思ってますが、まあ、どうなんでしょうか。まあ、まあ、単純な話を若干難しくしているということです。で、じゃあ、まあ、分析手法は、ここでようやく一回、その、数式が入ります。で、先ほどその言葉で言おうとした、その、これはもう今回は要するにそのデータが A イコール B たす C の構造、B たす C たす T たすの構造なので、変動係数を分解する方法を使います。で、これが CV、要するに変動係数なんですが、まず、これがいわゆる人口、ここのダブルのところがいわゆる人口です。ですから、まあ、人口の総計割る各地域の人口です。で、こちらはデータで。で、X、大きくなっている X がいわゆる過剰平均でして、それぞれの所得を、まあ、一人当たりの所得を人口比かけて、使って全部かけたら大きな X。それでですね、格差なんで、ここの2乗をルートするということです。ルートして、最後、変動係数なんで、また平均で割っていくということです。形です。で、それをどうやって分解するかというんですが、まあ、二つ例を挙げます。まあ、上としては逆ですけども、まず一つ、この二つの要素、例えば A と B に分かれているんであれば、A の、まあ、1って書いてますが、A の、変動係数にウェイトをかけたもの、および B の変動係数にウェイトをかけたものと、あとは、このコバリアンスというのは、共分散ね。共分散部分が、まあ、2倍のウェイトをかけたものと、を出したものが2ルートして、まあ、分解されると。で、が一つです。で、もう一つは上ですか。上はもう単純に3つです。3つになった場合は、1、2、3、1のそれぞれの格差にウェイトをつけたものに、1と2の共分散、2と1と3の共分散、2と3の共分散をそれぞれウェイトに2倍したものをかけてルートした。で、したものがここです。で、ですので、今度、分解、まあ、これは分解の式なんですが、CV なんですが、で、あと、これから、まあ、その人に、この部分がどれぐらいに比重なのか、この部分がどれぐらいに比重なのか、この部分がどれぐらいに比重なのかという、その貢献度を測る場合は、まあ、これは単純ですし、このルートを外して、CV に2乗して、これらの要素に CV の2乗を割れば、まあ、コントリビューション出るという、そういう、展開です。で、ここから結果を見せます、お見せいたしますが、ちょっと文字が多いので、
1,2,3,4,5,6,7,8 というふうに数字を振ってますんで、ちょっと分かりにくいかもしれません。あの結果を見るときは、図表も分かりにくいかもしれませんが、一応こう説明しておきます。まず1番が、いわゆる算出額です。算出額全体ですね、の、格差。で、2番目は中間投入の、都道府県格差。で、3番目は、GRBP、県内総選産の、都道府県格差。で、4が固定資本減免の、格差。で、5番目が税マイナス補助金の格差。で、6番目が県内有所得の格差。7番目が、県内雇用者報酬の格差。で、最後は営業用の格差ということで、1,2,3,4,5,6,7,8 と、番号を振ってます。で、結果です。早速計測したのですが、結果ですが、まあ一応簡単にコメント書いてますんで、まあそれ以上の、結果も、まあこのグラフから見て取れるのかもしれませんが、まあ一つ分かるのは、この、最初小さい低いところからガーッと上がって上の方行ってこの下がっているというこの絵があるんですが、これが8です。8でして、これは要所所得、営業余剰ですね。で、この要所所得ってあるんですか、要所所得っていうのは6番ですから、6番ちょっと見えにくいかもしれませんが、まあ、こんな感じですね。こんな動きをしています。こんな動きをしているのが要所所得の格差でして、これは、ですので、あまりこう大きい。まあ、要所所得は先ほども申しましたように、その、労働者の報酬と営業余剰の両方が入っています。両方入っているので、まあ、こう、その分が、変動の縮小後継傾向、というか、変動に影響していると思いますが、まあ、いずれにせよ、全般的にいろんな、この各線はですね、大体どれも、要するに下がっているような傾向を示しておりまして、まあ、要するにその、都道府県格差90年以降っていうのは、いわゆるもうバブル崩壊後の、要するに失われた30年とかって、まあ、好き勝手なこと言われてますが、まあ、そんな時代の、日本の都道府県経済は、まあ、基本的に、その、格差が縮小方向にあると。都道府県格差の縮小なんですが、ただ一つ、その営業余剰に分解したときに営業余剰の部分がかなり激しい動きになっているというのが、まあ一つの今回の研究のファインディングです。これはこの図の一番、変動の激しい線は緑の曲線ですかね。緑。左下の。これ、緑の8です。8。はい。営業余剰です。はい。で、次は京分散ですが、京分散も、まあ、京分散の場合は、要するにその2つ、こう、2と3っていうのは、何ですか、中間投入と GDP の京分散、こういう書き方します。で、ですので、京分散で一番、まあ、激しい動きがしているのは、その7と8ですから、雇用者報酬と営業余剰、この、赤い線ですか、あんまり色は、赤い線がやっぱり激しいということになっています。で、これを踏まえた上で、まあ、格差の貢献を調べるんですが、これが要するに 2の部分、中間投入の格差の部分で、貢献度で、3が、GDP の格差の貢献で、および2と3っていうのは共分散部分ですが、まあ、この2と3、要するに、中間投入とその GDP の格差につきましては、GDP の間の格差については、そんなにこう、まあ若干の変動はあるんですが、まあ、その、あまり動いてないような感じで、で、まあ若干その共分散部分が、若干この共分散のところが、まあ 50% 弱から若干減ってんじゃないか。まあ言っても、そんなにこう、なんか目を見張ってすごい結果だという動きではないのが言って。で次、この GDP の中の3つの要素に関する、まあ、格差の合計なんですが、こちらはですね、どうですかね、6ですね。要するに、県内要所所得の部分の、この黄色の部分がかなり大きな貢献を示している。要するに要所得ですね。そこのところの部分が多くて、他はですね、まあ、共分散のところを含めて、そんなにこう、まあ、あるのかないのかちょっとわかんないような、その貢献度です。で、最後にその問題のその要所所得の部分ですが、こんな感じです。最初はですね、この緑の方が、緑が、雇用者
報酬なんですが、だんだんその営業用上の貢献が若干上がるんですが、まあどちらかというとその共分散部分の方が多いということになって、最後は共分散の方がまあ占めているんですが、まあちょっと直近は若干また労働者の報酬の方が目立っているんじゃないかなと思うんですが、まあここは唯一この他の2つに比べたらかなりその時系列的に変化が大きいというそういう結果になっております。でこれを踏まえた上、まあ、簡単にまとめますと、まあ、玄関格差は縮小傾向でして、まあ、ある意味その東京圏一極集中の是正みたいな感じが見られてるんじゃないかなというふうな気がします。でこれらで、まあ、貢献ということに関しましては、その格差にどれだけ影響を与えるかということに関しましては、まあ、県内要素所得の貢献が大きいんじゃないか、でその中でも、ね、営業余剰の変動は激しいと、貢献度の変動も激しいということで、まあ、ちょっとこういうのはなんですが、まあ、要するにやっぱりなんかその格差が縮小になってきて、まあ、その一極集中が本当に、まあ、是正されているんであれば、どちらかでといいことというよりは、まあ、停滞している経済を反映しているんじゃないかなと、まあ、推測されますが、まあ、このデータからは そこまで議論していいのかどうか分かりませんが、まあ、そんなんじゃないかなと思いますが、ただ一つ問題はあるのがその営業余剰っていうのはいわゆる GDP からその税だとかその固定資本だとか、まあ、要するにその報酬ですから、雇用の方に、労働者の雇用者の報酬に回っている部分の差額、それ引いたものの差額っていうのは通常営業余剰なので、まあ、これはこういう、だからどうしてもブレが出てくるんじゃないかなと、そんな気がして、まあ、それがそのデータから反映しているのかもしれないということや、がいるんじゃないかなと。まあ、これに関しましては、実はですね、この、今日は今回日本なんですが、その中国の経済を研究してたところに、やっぱり同じような研究をしてまして、本当は紹介しようかなと思ったんですが、まあ、別にいいやと思って、結局、小言で話しますが、やっぱりその営業余剰だとかところの、格差がやっぱり大きいなっていう影響がありました。で特に中国の場合はですね、まあ、ちょっとまだ時期がもう少し2010何年ぐらいまでだったので、改革開放から。でしたので、まあ、労働市場とかがそれほど、今ほどはこうバリバリっていうわけでもなかったので、雇用者、報酬、要するに賃金格差が割と大きかったっていうのが、かつての研究で記録として残りまして、そういった意味では、やっぱり若干、まあ、中国の場合はその成長してすぐの時期なので、若干今とは違うんですが、やっぱりそう、まあ、成長著しかった頃の格差を示しているなと思います。で、日本の場合は、まあ、バブルの明けでの90年以降ですから、まあ、どちらかというと停滞しているという感じで、だから格差がそんなに大きく出なくて、ただ営業余剰のところだけ、その計測化、そういった部分でいろいろと格差出てるんじゃないかなと。まあ、そういうふうに思います。で、ここまでまとめます。で、まあ、本当はここで終わるんですが、まだ30分しか経ってないので、最初10分ぐらいあったのにも、ミスルックスあったにもかかわらず、まだ30分しか終わってないので、まあ、ここからもう一つの研究を紹介したいと思います。で、同様にですね、その付加価値なんですが、まあ、都道府県格差の場合はですね、その一つの県の 全体の産業について、まあ、調べてみたので、まあ、そういうことになったんですが、ここからはですね、産業別にちょっと傾向を見てみようということで、いくつかの産業について、傾向を報告したいと思います。で、データはですね、まず全国の全体ですね、47都道府県。と、今回はその九州8県をピックアップしました。まあ、そうすると、まあ、データ的には北九州市と福岡市がありますので、この2つを入れていると。で、産業はですね、後でも報告するんですが、まあ、産業構造の変動がありまして、まあ、要するに20、30年間ずっと取れる産業っていうのはそんなになくて、結局、基幹的な、その、重要産業だけしか残ってないんで、まあ、まあ、とりあえず、今回報告するのは、その、8産業だけっていうことに
及び全産業とします。で、データですが、まあ、算出と1のところは、いわゆる、全国費、全県費ということで、47都道府県のうちの、47全体のうちの算出額の比率 を、求めます。で、その算出額をですね、その中間投入と県内総生産の比率で分けています。で、最後、県内総生産につきましては、固定資本減も、税補助金、要所所得、雇用者保障及び営業余剰ですが、まあ、5つに分けているんですが、6はですね、7と8を足したら6なので、まあ、重複しているわけではないと。まあ、重複はしているんですが、まあ、調べたいことはここなんですが、まあ、要するに比率を出すんですが、比率が30年近くでどれぐらい比率がこう傾向があるのかという、ただそれだけなので、まあ、ここが重なっとってもそんなに問題ないということになります。で、これはもう私よくやるその時系列傾向なんですが、まあ、単純にその時間、要するに90年、91、92のという時間の数字と、その付加価値比率の相関係数を求めまして、それに対して、相関係数の、まあ、独立性検定、T 検定がありまして、まあ、5% 出しています。で、作業は膨大なんですが、膨大で、膨大って言っても膨大じゃないんですけど、今、最近の研究者に比べたらまだ大したことはないんですが、まあ、いろんなことをごしょ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 やってるんで、それらすべてをこう報告すると、紙面が全然足らないので、すごい無菌質な、報告となります。で、以下の報告はこうなりますが、要するに、時系列の検定傾向を、検定した結果、1であれば優位に比率が増加。で、マイナス1は優位に比率が減少。で、それ以外は0と。そういう表示方式で、ここから以下、簡単に紹介したいと思います。では最初ですが、まあ、ここから先の、9枚スライド、同じタイトルのスライドが続きますが、付加価値比率の傾向テストということでありまして、まず合計、要するに全県ですね、全県の産業合計ですね、全産業の合計の、比率ですが、まあ、全県計は日本ですから、これはもうなし、ありません。で、以下、その1を2と3に分解し、3を4、5、6、7、8と分解した時の、傾向を示しまして、で、1を2と3に 分解してますから、いわゆるその中間投入と県内総生産というのは、相反してます。その傾向数。つまり、この2つを足したら1になりますから、ここの2つは相反になりますので、こっちがマイナス1だったら、こっちが必ず1になるという、そういうふうなデータになっています、で。それを踏まえた場合ですね、まあ、一応コメント、まあ、他にもこの1、2を見ながらいろんなことを聞かす方がいらっしゃるかもしれませんが、簡単にコメントいたしますと、まず1つ分かっているのは、4っていうのが固定資本減毛で、5っていうのが税なんですが、で、税ですが、ここが要するに今回取り上げた、まあ、前件もそうですが、今回取り上げた特にその全ての件、全ての件、およし北九州市および福岡市は、要するにここの比率が、増加傾向である。で、税も、まあ、おおむね増加傾向。で、一方で、今度は、先ほどその要所所得の格差はどうのこうの言ってましたが、比率にしたらどん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 減少しているというのが今回、こちらに関しては、言いまして。いるということがで、まあ、ほとんどこちらにもう一つ分けてもマイナスのところが多いと分かります。で、これを、で、これが縦に見た場合ですが、一応最後に、まあ、せっかくなんで横に北九州市で見た場合を見ますと、一つは、要するに総生産が減少傾向で、なおかつ、経済総裁 GRPB は、比率が減少している。北九州市は減少している。まあ、そういうことが言えている。で、これをですね、まあ、各産業別に見ますと、まず最初は農林水産業なんですが、農林水産業の場合は、まあ、やっぱり同様に、算出額の比率が減少して、まあ、特にこの県内総生産が、減少していると。で、やっぱり全体同様に、コテーション前減毛の比率は上昇してますが、
ここと全体とは違うのは、税がマイナスがみなし、まあ、要所所得も若干のマイナスということで、でその代わり、その雇用者所得のは、上昇してますんで、まあ農業、この九州の農業産業に関して言えば、割と、その地、まあ、全体ですから、賃金が上がっているかどうかとはまた違いますが、賃金が増えた分、その人数を増やせれば賃金率は上がりませんから、全体としては上がっている。で、一方、北九州市に関して、横から見た北九州市に関して言えば、まずここはゼロですんで、あんまり減少してないということで、農林水産業に関して言えば、こんなことが言える。で、次は、マイニングの工業なんですが、工業の場合も、やっぱり同様に、その、算数額がかなり減少している状況で、で、まあ、県内総生産も減少していると。で、一方で、まあ、固定資本源元税は伸びて、要所所得は減少していると。まあ、こちらは、なら、ずっと、まあ、日本の場合はあまり、その、一昔前と違って、ですね、マイニングはもうほとんど錆びてまってますんで、まあ、こんな結果も致し方ないんじゃないかなと思いますが、まあ、特にその、要所所得なの営業以上の比率が下がっているということは、うん、まあ、あまりその利益っていうか、利益性も薄いのかもしれません。で、まあ、この傾向は北九州市もそんなに変わらんだろうということが言えます。3番目。まあ、ここら辺から、要するに製造業全体になるんですが、なるんで、まあ、どうしてもやっぱりムラが出てくるんですが、その傾向に。例えばその算出の傾向はまちまちだということで、まあ、全般的にはマイナスですが、こう佐賀だとか、その大分、宮崎みたいに算出がプラスになっているところもある。まあ、付加価値で見ても、全体は、今度逆にその、中間材のところが減って、付加価値は、要するに、これは要するに、まあ、ある意味、その産業構造を変えてるのかもしれない。変えて、要するに付加価値の強いような、製造業に移ってるのかもしれませんが、全体的に。ただ、まあ、こうやって福岡県はマイナス。大分もマイナス。北九州市もマイナスで。で、一方、長崎とか熊本とかプラスのところが出てきて、まあ、いろいろと、ここら辺はちょっと動画がいろいろあります。で、ここは、まあ、4番。固定資本に関しては、ここも上昇ですが、今度は税も上昇してる。一方で、要所所得は下がってる。いうふうな状況、製造業の場合はそうです。で、まあ、北九州市も有事ではないんだけど、まあ、ここが下がっているっていうのが、製造業に関しては、ちょっと、製造業、北九州市は比較的、その、製造業強いんですが、若干的にはあまり、傾向的には下がっていると言えます。で、次は、まあ、これも、建設業ですが、まあ、算出額、県内総生産とか、で、しかも、ここは、固定資本源元も、マイナスが目立つという状況で、その代わり、要所所得の方が上がっているというふうな、ちょっと変わった傾向とは変わっているということでして、で、まあ、北九州市も、まあ、ご存知のダブルに触れず、まあ、下がっている。そんな状況です。で、ここからは、サービス関係になりますが、まず最初に、卸売小売ですが、卸売小売に関しましても、やはり算出額が下がっていると、ただ、算出額も下がってるし、GDP、GRDP も下がってる。で、こちらは、まあ、固定資本と税の比率が上昇して、要所所得の比率が減少する。北九州市も、まあ、同様に、下がってきてると。まあ、県内創設。ということが言える。で、次は、まあ、金融保険ですが、金融保険になると、まあ、やっぱり、どうしても、あれなんですかね、付加価値が上がってないっていうのが、全般的に、ここも、マイナスですね、全部。まあ、ここら辺になると、要するに、県になると金融保険は全部、まあ、地方銀行とかそういうふうなところになるのに、大銀行とかもあるんです。もう、まあ、進出はしてますが、まあ、主に地銀ですから、まあ、どうしてもこう、経済、その地域の経済が発展しないとこんな傾向になるんじゃないかと思います。ただ、まあ。で、不動産業。で、一方、逆にまあ、不動産の方ですが、不動産は、中間投入にかなり数字が多くて、やはりこう、中間投入と付加価値っていうのは、まあ、相反してますので、中間投入の比率が上がれば、不動産の比率が下がるということで、ありまして。で、まあ、不動産なので、まあ、ゲームとかそういった、これはサービス業ですけどね、サービス業としての不動産ですが、
まあ、ポジション減免が増えてきた。で、北九州市の場合は、まあ、比率は上昇しても、県内総生産は減少していると、言われます。あと、なんかあるんじゃない？最後に。で、まあ、公務なんですが、まあ、公務は、営業余剰ありませんので、この6と7と一緒になります。で、まあ、公務、要するに、公共サービスですね。公共サービスですが、公共サービスも比率は下がってきていて、県内創生の福岡は上がってますが、もう下がってきていると。で、まあ、定州法案と上げてますが、優秀比率は下がっていると。で、北九州市も下がっていると。まあ、そういうことで。まあ、ざっと、追っかけて、まあ、1と0しか書いてないんで、本当はその、まあ、どういうふうに1なのか、どういうふうに0なのかは、まあ、また、もし興味があれば、また告知したいと思いますが、まあ、ちょっと煩雑になりますので、今回はこの0と1だけの、0と1の安い字だけの数値にしました。で、これを踏まえた上で、まあ、ここまでまとめですが、まあ、これはもう単純にその地域別、産業別に違いがあるという、まあ、当たり前なんですが、あることが分かって、まあ、それはそれで興味深い結果だなと思いますが、ただ、県内総生産の比率、要するに GDP の比率がおおむね減少だというのが、比率が、要するに中間投入の方が多くなっているというのが気になると。で、次はですね、その GDP の中の固定資本減も、要するに、まあ、資本投資、のが2つになっていた。初めて知ります。の比率が、まあ、おおむね上昇傾向ですが、結局、まあ、そういうことですが、今回、そのご報告したのはですね、まあ、30年間取れている時系列なので、例えば、その、産業構造の変化によって、特にその最近 そのスタートアップだとかって IT だとか AI だとか、そういったちょっと今注目されているような産業はちょっと時系図が取れてないので、ここら辺が、まあこら辺がどういう傾向なのかはちょっとこの今回の報告ではお見せできないんですが、もしデータが揃って、でまたそういう何研究に耐えられるほどのデータがあれば、また興味深いなと思います。で、ここまでです。これはここまでです。で、ここからあと2枚ほどスライドありますが、最後の方にまとめていきたいと思いますが、今回報告したのはですね、まあ、付加価値構造から見た日本経済ということでして、一つはまあ格差の変動係数を調べて、まあ、その分解を調べました。で、もう一つはですね、もう少し細かいデータに基づいて、まあ、時系列の傾向を調べて、まあ、その、地域別、産業別にいろいろの傾向があるよということが分かりました。で、この時系列の傾向で、その九州だけしか取り上げなかったので、その営業余剰とか、その要所所得がマイナスになっている傾向は見えていますが、全国的にどうなのかちょっとよく分かりません。ただ、その県内要所所得、その格差の傾向で見た場合は、要所所得の変動、営業余剰の変動が目立ったと。で、一般、で、先も申しましたように、傾向を見たときに、県内総生産の比率がおおむね減少した。で、その中で、北九州市の地位の、低下が見られるんじゃないかと。まあ、長期的に低下が見られるんじゃないかということが、ここまでの研究で、言えたと思います。で、最後なんですが、これは、要するに、ここから先は好き勝手議論してもいいような感じのスライドなんですが、一つはですね、やはり長期的にそのバブルが明けてからの日本ですが、まあ、バブルが明けた頃は私も大学出たんですが、ずっと要するに日本、経済が、衰退、失われた30年だとか言ってるんですが、まあ、こういったところは、要するにその格差が縮小している、要するにその地域間格差が縮小しているところからも言えるんじゃないかということを一つ、提案というか、まあ、示唆したいと思います。で、問題なのはですね、それ日本経済がまあその衰退しているという中で、その中でもこう、北九州市経済も伸び悩むという、要するに例えば北九州市経済がその全県比で上がってればいいんですが、逆に全体も下がってるのに、それ以上にその全体が下がってる中で比率が下がってるわけですから、もっと下がってると、いうふうに見なきゃいけないのかなというふうに思います。で、
まあ、次ですが、北九州市の、まあ、特にその役所向けにいろんな話するときに、北九州市はまあポテンシャルがあるあるって言って、まあ、実際、私らも20年ぐらい住んで、まあ、他の都市から見たらあると思います。あの、まあ、その、政令指定都市、例えばの中、また福岡市と比べて北九州市はどうかと言われたら、なんとも言えませんが、ただ、日本にはいろんなその都道府県都市があって、本当に、いろんな都市があって、でまあ、あるんですが、そういったところを見ると、北九州市は、まあ、ポテンシャルあると思うんです。あって、やっぱり、まあ、ある山口県出身の、大教授が、昔その北九州小倉を見て大都会だとか言ってましたが、まあ、そういったその寂しい町から見たらやっぱり北九州市は都会だと思うんですが、でポテンシャルもあると思うんですが、まあ、結局比べる対象によると思うんですよ。北九州市と、まあ、福岡と調べてそれでがっかりしてもいいんですが、他と比べたら、まあ、まだマシだと思います。ただ、問題、そういった意味でポテンシャルがあると思うんですが、ただ、あまり発揮できてないんじゃないかなという、その、マクロで見たらそんな気もします。で、まあ、やっぱり、その、インプリケーションみたいなことを言わなきゃいけないな。まあ、このデータからは、ちょっと離れるかもしれませんが、まあ、こう、いろいろ、その、北九州市の場合は、今、検討されているというか、ポテンシャルを発揮する上で、その空港の、まあ、滑走路とかって言ってますが、要は、ちょっと気になるのは、その、建設的な投資が、その北九州市で常に行われているのかどうかっていうのは気になるのが一点で、例えば、まあ、これなんでかというと、やっぱ他の都市、その、発展する都市、例えば福岡も、その、天神ビッグバンとかって言って、まあ、そういうふうに、大きな投資をやろうとしている。で、最近できた長崎新幹線でも、まあ、西九州新幹線ですか。まあ、新幹線自体は中途半端ですけども、やっぱりそこで、その長崎市の 駅前中心に再開発を進められていると。で、しかも、まあ、その一企業がかなり旗振っていると。で、これは、まあ、九州のそういうのもありましてるし、まあ、都会は都会で、まあ、聞いた話だと、横浜の駅は常に工事がなされていると。言われてますし、で渋谷は渋谷で再開発があるといって、まあ、そういったところを見たときに、さあ、北九州市はどんなことやってるのかといって、家に帰ると、旦過市場の近くの橋がずっと橋の付け替え工事が行われていると、そんな付け替えるのに何年もかかってるのかと思って、見てるんですが、そんな、それだけにそんなことに時間かけていいのかとか思うんですが、要するにそういうことを見てると、こう建設的な投資が常時行われているのかっていうのが気になる。これは一点。で、もう一個はですね、その投資が投資を呼ぶ形って書いてますが、要するにやっぱり盛り上げようと思えば、まずあるところは投資したら、またいろんなところは投資されなきゃいけない。例えばその空港に関して言えば、まあ、私は毎週当たり前のように福岡空港に行きますけど、まあ、まあ、滑走路を降りるときに、ちょうどその、なんか倉庫があるんですよね。なんとか運輸とか忘れましたけど、そういった、要するに物流、もう空港の中に物流拠点があるんですが、まあ、そういったものを作ろうと思えば、投資、まず空港を作って、空港を飛ばして、そこからまたそこから、物流基地を作る。そしたら、やはり道路とかそういった部分の投資が必要だと。いうことで、まあ、勝手なこと言ってますが、まあ、投資が投資を呼ぶ形っていうのが必要じゃないかなと、そんな印象がありまして、で、まあ、もう本当、最初の格差の話から随分離れてますが、まあ、その北九州市の経済を、まあ、20年ぐらい見てると、まあ、思ったことをちょっと最後、感想してで、まあ、それで、まあ、議論ができるかどうか知りませんが、最初の話で議論してもいいんですが、ちょうど50分近づいたので、ここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。